動画をご覧の皆様、ゆりあ役の平原綾香です。いや、もう見に来てくださった方々からもう想像していたものと全く違って、とにかく泣けたとか、もっとこう男たちの戦いがクローズアップされているかと思ったら、もうそれだけじゃなくて、やっぱり人間と人間の、ドラマがあって、こう笑えるところも泣けるところも両方あって素晴らしかったっていう、意見をたくさんいただいて嬉しかったですね。で、私自身もその北斗の拳という物語を、このユリア役をしたことで初めて知ったんですけど、なんか最初はこう非日常的な物語なのかなと思っていたんですが、実際演じてみると、本当にその今現代私たちが生きているその生活の中で起こる物語をこう大きく描いているんだなと思って、その愛であるとか友情であるとか、その人を失うこととか、その命について考えさせられる物語だったので、なんかこの作品に出演できて、この北斗の拳という物語に出会えてよかったなっていうのを、ユリアを演じて感じることができました。ミュージカルフィスト・オブ・ノース・スター北斗の拳、人が人を思う強い愛の物語をぜひ見に来てください。